ちょっと何も忘れちゃった。始発から じゃあ行こうか。どっちですか。あの仮で東一部すれ違いって違うから出る方が違います。ちょっと鼻が来てる。え、あ、男中だな。あ、本当だ。これなんかスケさんのフェイスブックで見たの。なんか買ってこうか。じゃあ、あ、でもね、映像保存だから帰りに買った。あ、帰り売ってる。帰る、帰るとは思うけど、うん、時間的な問題。あ、そうそうそう、9時だよ。だって売り切れないし。あ、はい、あ、そうか。じゃあいいや。三十五。本当だ。三十五。ミスター、ユタユタか。すごい。ウエタアヤ。ウエスカってもんじゃない。もしは。でかい。ウエスカ。こっちが。大きいさおか。下めっちゃ動いてるやん。ヨネズアイブ。これヨネズアイブでいいんですか。なですけど、大体スポンサー。ああ、やっぱ。全然クロスかねって言われたんで、残念。しょうがない。ご本人はね、9時に行くからって言ったら、みんなに止められた。なんで？早すぎましたね、当時。邪魔だと。いや、おじいちゃんだから絶対朝早く起きちゃってるはずなんですよ。もう、うどんのして、多分来ちゃう。来ればいいのにね。してもらってよかったんですよ。会えませんでした。いやまだ被災地感がないね。まあ、金沢ないですね。でも金沢も3000頭ぐらい行ってんだよね。ああ、ただ、郊外ですかね。この緩いものだけ。なので、市街地はほぼ、無傷とはやらないけど、まあ、警備ですね。急に思ったけどさ、はい、携帯使えんの？現地で？うん。使いますから。あ、そうだった。一応、3キャリア、4キャリア。はいはい。頑張ってるよ。あ、そうなんだ。まあ、山間部は難しいですけどね。現地でさ、突発生放送をやってさ、でそれでさ、突発ってさ、お金払えるの。それでこう、チャリティーやろうかなと。ああ、突発の時間と場所か。いや、別に パソコンあればできる。じゃあ、それ買うか。でもなんか俺、カニ寿司の方が食いたい気がする。プレミアムカニ寿司。うん。スタメンのカニでしょ、うん、あれかな、あの北陸ローマンかな。ああ、はいはいはい、はい、北陸ローマンでもちょっと料理もおにぎりいっぱい買ってるし、米が入ってるものしか買ってない。あ、スタも、はい、エレベーターかな。あ、これデジタルトランスフォーメーションプラネット。24日までしかやってないし、滑り込みだったの。そうしっ、上にないんだもんね。仕上げてみる。上に上がっていくフレームなしなのに上がるって。下から押し上げられた。ただ単に持ち上がるってやつです。舞台装置と一緒だよ。そうね、セリアがデンデロデンデロみたいな。でもドキッとする。エレベーターってぶら下げてますよねってみんな。そうこれちょっとね、まあ確かに珍しい。手はつぶつかで動いてます。説明か。そこは別に、なんかあんま疑問に思わなかったりとか。